3, 2, 1, how's it going, Mike? Mike. ということで、今日は、先日、本人、櫛田和人選手から発表があった通り、櫛田和人引退、ということが、彼のホームページから発表されましたね。発表されたっすね。ということで、今日はテーマは、クッシーについて。まず最初、クッシー、お疲れ。お疲れ様です。でもあれですよね、まだもう何試合かだけ残ってるんですよね。そうやね、あと1ヶ月ぐらいまだウガンダでのリーグは残っとっていうけ、とりあえず本人のブログで、クッシーについてね、ちょっと、ウィキペディアがあるんですね、やはりね。ちょっと経歴の。さすがっすね。さすが、やっぱウィキペディアについて。ウィキペディアでちょっと見ていきます。大学卒業後、佐川印刷 SC 入団。その後2011年にタイプレミアリーグのチョンブリ FC に移籍。すごいよね。チョンブリすごいっす。初年度より活躍し、リーグベスト11。翌年にはリーグ年間ベストミッドフィールダーに選出される。2013年のタイプレミアリーグ終了後、スペインのヘタフェ。ヘタフェとか言ってたんですか？ドイツのヘルタで入団に向けたトライアルを受けることが発表されたが、入団には至らず。そんなん言ってたんだ。知らなかったです。ねえ。2014年シーズン終盤に右膝の前十字靭帯断裂。半年後に復帰するも、再度同じ箇所を断裂した。あと、満足なプレイができなかったため、新たな環境を求めて2017年より2年間オーストラリアでプレイをすると。うん、気づいてた。戦ってたよね。高尾さんやってましたもんね。同じリーグだったから。うん。やってたよね。全部俺勝ったよね、今。多分動画見ながら、あれですよ。勝ってないっしょって言われてる。高尾さんが試合終わった後、櫛田にやられたなって言ってたの覚えてますよ。何やかんやね。あいつのプレーはね、なんだろうな。まあ一緒に戦ったけ分かるんやけど、まあ戦う前からもうやっぱ YouTube とかで映像とかさ、まあ見とったけん、見たこともあったけんさ、なんか、ほんとアシストをアシストするみたいなさ、プレースタイル、多分。なんだろう、めちゃくちゃ足が速いとかいうわけでもないやん。なんかつかみどころ難しいですよね、パッと見てて。でもミスも少ないやん、やっぱミスないっすね。ボール取られないですもんね。だけやっぱさ、そのオーストラリアでもさ、結構オーストラリアで活躍する選手って結構ゴリゴリの選手が多いやん。でもその中でさ、これ優勝、準優勝やったのかな、リーグ。あの時は準優勝でしたね。だよね。で、結果もね、残していけるっていうのはさ、やっぱ結構オーストラリアのさ、元チームメイトに聞いたことあったら、櫛田はレジェンドだみたいな。あいつはボール奪われないみたいな。多分、試合の中盤から終盤にかけて、クッシーの存在がでかく見えるんよね。なんか一試合通して、もう基本安定したプレーをし続けられる選手ですよね。そう。なんか本当にジャブを打ち続けられたみたいな感じだよね。気づいたらめちゃくちゃ効いてるみたいな。あいつの存在なんだみたいな、うん。結構試合見に行ったもんね。見に行きましたね。最後とかね、一緒に見に行ったりしちゃったよ、ね、よく。で、大事な試合でも点取る選手よね。いや、持ってますよね。結構プレーオフで点取ってたんで。ね、まあ、本人も確か大舞台結構点取るんすよって言ってたと思うんですけど。いや、本当取るなと思って。取るんすよとかね。やっぱ結構、そういう選手ってやっぱ取るよね。そう。あ、でもそういう選手やっぱ持ってるなって思いますよね。そう。だけど結構、大舞台でもさ、やっぱ点取ってたもんね。それさすがだなって思ったよね。そうで、オーストラリアで、まあ、俺はサッカーもそうやけどさ、やっぱさ、あいつとの共通点はさ、やっぱブログやったよね。
ねえ。うん。やっぱ年齢的にもさ、近いわけ。ヒロキが一緒？同じです。はい。そうよね。で、俺が一個上でさ、もう年齢的にも近くて、まさかさ、ブログをやっと選手が他におるとか思ってなかったっけどさ。ねえ、ブログをかけて争いしてましたもんね。もうさ、毎回さ、もう2人ともブログ全部同じやって言われたことがあってからさ、いつかフットゴルフしたときにさ、もう同じになるやん、ブログが。はいはいはい。だけもう勝った方がこのブログを書けるって言って。はいはい。うん、俺は勝ったんかな。え、どうだったんですか？どうでしたっけ？負けた。なんか、あれ、あの後、運動会やったじゃないですか。うん、やった。あれも確かブログかけてましたよね。かけてくる。結構なんかね、いろいろかけた。だけどもずっと同じことを同じ一緒におったけんさ。ねえ。もう、紅葉とか二人で見に行ったよ。行ってましたね。もう紅葉、なんか、タコシ行こうとか言って、なんか、めちゃくちゃすごい紅葉があるっけ、ブログにかけるとか。よし、行こうとか言ってさ。ねえ。行ったら全然なかった。アラサーのおっさん二人で。二人で行ったけど、紅葉全然ねえし、つって。かき集めて、なんかってブログ用に。どんだけ寂しいっていう話だったけど、ね、そう。メルボルンにも行ったわ。温泉。ね、行ってましたね。そう。二人で温泉みたいなの入ってからさ。うん。あと電車とかもなんか乗った。なんて足をさ。なんかして。足ブランとさしてる。そう。写真乗っけたブログありましたよね。うん。ああいうのとか乗ったよね。まあ、彼も継続が得意やったよね、やっぱね。そうですね。うん、ずっと継続して変わらないですよね。変わらないね。サッカーに限らず、基本何でも安定供給で、もう自分の道を進んでる感じですよね。ね、そうよね。ほんとそう。それはあいつはすごいとこだよね。いや、すごいと思いますね。ね、多分誰も真似できんよね、そういうところは。うん。ぶれないね、あいつ。ぶれないですね。うん。で、そっからさ、オーストラリアでプレーして、J リーガーになったけんね。ねえ、しかもあの時帰るときに、なんか、日本でプレーしたいじゃなくて、僕は J リーガーになりたいって帰りましたもんね。そう。で、それでちゃんと J リーガーになりましたもんね。ねえ。クラウドファンディングなんかして、そこで、うん。あの時もさ、帰る前になんか、オーストラリアの仲間たち呼んで、多分100人ぐらい来たよね、あの時。結構来ましたね、あれ。来た、パーティーして、あの時でね、J リーガーになりますってさ、本人の口からさ、言って、なったけんね、そして。ね。30代で J リーガーになるってさ、すごいよね。ね、すごいですよね。もう。で、そこで1年プレイして、やっぱちょんぶりに戻ったんかな。ちょんぶりですね。ああ、まあ、さすがタイの英雄と言われた男やったね。いや、でも J3 からタイプレミアだったらすごいっすよね、うん。すごいよね。今のタイのレベルってさ、すごく上がっとうやん。うん、結構レベル高いイメージあるんで。うん。そっから、ウガンダへ。ウガンダへ。ソルティーロ。ソルティーロ。ソルティーロやね。本田圭佑選手が。はい。あれの。ね。で、1シーズンか。まだシーズンあるやろうけど。まあ正直、インスタとかで結構上げてくれるやん。上げてますね。うん、苦しそうやったね。アフリカやっぱ難しそうでしたね。ね、うん、なかなか難しそうな。ねえ、うん。いや、もちろんグラウンドとかもさ、でこぼこやったりさ、するし、うん、移動が大変そうやわ。ね、何時間かけて行ったり、途中でパンクしたとか。行ったりとかね。止まったりとか。いや、あれはね、すごいね。ねえ。なんか一回その、ズームしたんよ。その時も。はいはい。まあ、だから練習とかもフィジカルめちゃくちゃ多くて、みたいな。まあ、出れたらね、絶対できるんやろうけど、なかなかね、試合に出る機会がなく。で、集合時間に来る選手、来ない選手。はいはいはい。おるけんさ、その中で試合出れない時間が続くとやっぱ苦しいよね。まあ苦しいっすよね。でもそこでね、しっかり本人は多分コンディションも作っとったやろうしね。変わらず、マイペース、ね。変わらず安定して。で、そこら辺は安定しとったやろうね。ねえ、うん。正直あの J3 でやってた時も結構苦しそうなシーズンでしたもんね。そうよね。
あいつ、自分とこにボールが来たら絶対プレイできるやん、クッシーは。できますね。ね、焦らず、こう、周りが、そう、周りが蹴り出すとちょっときついよね。うん。だからそこのレベルが、ね、合う、合わんあるやろうけどさ。はまる、はまらないは、あるかなと思いますよね。ね。だけ、そこでね、いろんな経験も、苦しみも、ね、今まで、あいつしか分からんことがいっぱいあったやろうし、でもそれとは別にね、あのウガンダでノーゴリラ見とったし、ちゃっかり。いうとこはさすがよね。ね、うん。サッカー選手をしながら、その他のこの生活の面で充実させようという考えがある。ねね、いや、そこは素晴らしいと思う。素晴らしいよね。うん。そうだよね。あまり言いたくなかったけど、これからのタイの英雄ではなくなって、おそらく第2の中田英寿となるでしょう。なんかそんなイメージやね。もう職業旅人で。ねえ。なんだろう、クラウドファンディングとかさ、クッシーもいろいろやりようけんさ、うん、そういうのでもしこの動画を見て、ね、やっぱ世界一周するにしてもやっぱお金とかもかかるけんさ、そこでね、支援してあげたらね、またそういう旅の内容とかもインスタで見れるけんね、協力できる人はぜひよろしくお願いします。お願いします。旅の協力と、あと、クシいろいろやったよね、結局、あの、ブランドもね。やってましたね。なんていうブランドやったっけ？服着てないけどわからんけど、俺たちも日本代表もね、もう、あの試合から。そうですね。よくなんか下に着てるの。俺もなんか今下に着てる。下ね、ちょ、着てるっすね。もしかして、ちょっと待って、見てみるわ。着てみるわ。よう、着てます。出たー！皆さん。これが屈指のブランドです。ババやったっけ、ボボやったっけ、ベビやったっけ。これベバ。あ、ベバ。ベバだと思う。うん。屈指だブランド。覚えられない。覚えられない。難しいよ屈指。ということで宣伝ですこれは。確実に宣伝したところで今在庫があるのか知らないですけどね。確かにね。ウガンダでいろんなバッグとかで、ね、作りよったけどさ、在庫があるか分からんけどね、ちょっと。いろいろやってるんで、皆さんぜひ、概要欄に、インスタグラム貼ってあるんで、フォローよろしくお願いします。そしてクッシーの応援よろしくお願いします。ということで、クッシー、現役生活、お疲れ様でした。お疲れ様でした。これからまた第二の人生向けて、頑張れよ。また、オーストラリアで俺たちは待ってます。YouTube にも出てもらおうか。そうですね。今度インタビューでましょうか。インタビューしたいですね。ね、クッシーにじゃあ、インタビュー決定ということで、皆さん拍手。すぐ決定するんで、もう決定事項なんで。それでは、じゃあ、また、クッシーお疲れ。お疲れです。次のステージ頑張って。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録も皆さんよろしくお願いします。グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。